フロリダ大学の学生たちは、バイデン氏の中国の強制収容所についての見解を知り、衝撃を受けました。バイデン氏は、習近平氏を理解している。国ごとに異なる基準があり、指導者はそれに従うだろう、と述べました。ウェブサイト、キャンパス改革の記者、オフィーリー・ジェイコブソン氏は、フロリダ大学の学生たちに、中国共産党の集団虐殺に関して、ある人物が発言した内容を伝え、その感想を聞きました。 中共がウイグル人に行っている集団虐殺に対し、その人物はそれを理解できる。文化的には国ごとに異なる規則があり、指導者はそれに従うだろうと述べました。ジェイコブソン氏は、このコメントはある大統領がしたと前置きして尋ねたところ、大多数の学生はトランプ氏だと答えました。中にはトランプ氏かクリントンという生徒もいましたが、実はこれはバイデン氏の発言だと告げると、学生たちは大変な衝撃を受けました。 ある学生はそれがバイデン氏は自分は人々を団結させたり他国との関係を強化するなど人道的な人物だと強調しているだから彼が中共の政策を認めこのような考え方を持っていることは私にとっては衝撃的なことだともう一人の学生はコメントしました また、学生たちは、大統領が集団虐殺を文化的規範だと考えることに対する懸念を表明しました。私は彼に投票したが、彼は私の意見を代表していない、とある学生は付け加えました。別の学生は、そう、大統領がそんなことを言うなんて、失望した、と述べました。一人は、バイデン氏は集団虐殺の改善に取り組む必要があると思う、と言います。 我々の国であろうと、1000マイル先であろうと、ジェノサイドは絶対に許さない。と指摘しました。また、中共当局がウイグル人を強制収容所監禁したことに関して、ある学生は何が起こっているかを認識することが非常に重要だと思う。そうすれば、これらのことが起こらないようにする行動が取れるだろう。と述べました。 バイデン政権の公正次官補に指名されたレイチェル・レビーン氏は、2月25日午前、アメリカ上院で証言しました。ザ・デイリー・コーラーが公開した動画によると、レイチェル・レビーン氏が上院議員の3歳児に対するホルモン剤の使用についての質問の回答を拒否した後、ポール上院議員は、レビーン氏は狂ったトランスジェンダーと非難しました。ポール議員は、証人が質問への回答を拒否したことを記録に残そう。 質問は非常に具体的なものだと述べました、また彼はレビーン氏に、未成年者がこれらの決定を下すべきなのか。若者の成長を阻害するホルモン剤を未成年に摂取させるなんて。君は女性にテストステロンを注射してヒゲを生やし、ホルモン剤を止めれば彼女の容姿は元通りになるとでも思うのか。君は彼女たちを永遠に変えたのではないか、と問い詰めました。ボール議員は、不妊症は別問題だ。 これれれららの薬はどれも使用が認められていない。な皮肉だと思うハイドロキシクロロキンがコロナウイルス対策に使われた時は左派が大反対していたねそれなのに承認されていないホルモン剤を使ったこれらのホルモン剤は長期間にわたって研究されたものではない子供たちはどうなるかわからない我々が知っているのは他の病気治療にホルモン剤を使用している人の多くは後悔しているということだ ホルモン剤が人体に与える影響は永久的なものだから、もう後戻りはできない、子供と一緒に暮らしたことがあれば、14歳の子供ではホルモン剤の使用を決めさせないだろう。また、クリニックでは、3歳から10歳までの子供が1割を占めている。3歳児に性別を変えようとする人がいることに、憤慨すべきだ、もう我慢できない、と指摘しました。 ペンシルベニア州保健省長官を務めたとき、レイチェル・レビン氏は中共ウイルスに感染した患者を受け入れるよう、老人ホームに命じて、何千人もの人々を殺しながら、母親をこっそり連れ出し、ホテルのスイートルームに入れました。BLM の抗議や暴動を支持する一方、レビン氏はペンシルベニア州の中小企業を数ヶ月間休業させ、彼の政策は違憲であると判事に裁かれました。 23日、議事堂警察署元署長サンド氏は、上院国土安全保障委員会と規則委員会の公聴会に臨み、そこで彼は衝撃的な証言をしました。サンド氏は次のように証言しています。複数の法執行機関が集めた情報によると、プライド・ボイズなどの白人至上主義グループや、アンティファなどの過激派グループのメンバーが、1月6日にワシントンでデモをすると見られており、暴力を振るう可能性がある。以前 テロリスト集団のアンティファが平和的なトランプ支持者のデモに潜入していたことを複数の目撃者が述べています。しかし、民主党とサハメディアはこれらの陳述を無視しています。当時、議事堂にいた元 FBI 捜査官によると、少なくとも1台のバスに乗ったアンティファボートがトランプ支持者の集会に潜入しました。ロン・ジョンソン上院議員は23日に目撃者ウォーラー氏の衝撃的な証言を読み上げました。 証言の中では、議事堂で挑発者がいたと記されています。ジョンソン氏は、今日の公聴会で私が読んだ目撃者の証言は、1月6日に議事堂で実際に何が起こったのか、なぜ暴動が起こったのか、そしてどのような経過で収拾がつかなくなったのかについて、それぞれ異なる視点から提供してくれたとツイートしました。ウォーラー氏は、安全保障政策センターの戦略的シニアアナリストです。 1>, 1月6日、彼は議事堂で4種類の人を見て、それぞれ私服の過激派、プロバカートル、偽トランプデモ隊と制服を着た統制の取れた攻撃者の列でした。武装した私服の過激派はトランプ支持者に混じって、警察に立ち向かいました。プロバカートルはトランプ氏支持者のデモ隊の人たちに、議事堂の建物に集まるようと進め、離れるのを阻止しました。 偽トランプ支持者たちはマーガの帽子を後ろ向きにかぶった若者たちで彼らの行動や態度が周りの人たちと合わなかったためアンティファや他のサハアジテーターだと思いました組織化された規律厳格な攻撃者たちは同じではないが似たような迷彩のユニフォームと黒の装備を身につけていましたザ・ゲートウェイ・パンディットは以前アンティファの指導者として有名なサリバン氏は議事堂事件の後ユタ州で逮捕されたと報じました サリバン氏はまた、1月6日に米連邦議会議事堂で起きた暴動の際に、トランプ支持者のふりをしている映像を撮られています。このように1月6日当日、アンティファも現場にいたということが判明しているにもかかわらず、マスコミはトランプ氏とその支持者を非難し続けています。サンド氏の22日の証言は、民主党とマスコミが暴動をすべてトランプ氏のせいという嘘を暴きました。 サンド氏はまた、今回の暴動は議事堂警察署の不手際ではなく、連邦政府機関の中での正確で完全な情報の伝達不足が、今回の事件につながったと述べました。サンド氏は自分の部下は FBI から、1月6日には過激派がワシントンに戦争をもたらす可能性があるとの報告を受けていなかったと、公聴会で議員たちに語りました。 ワシントンの FBI 支局長は、1月5日に警告を受けた後、その情報は合同テロ対策本部を通じて、他の法執行機関と迅速に共有したと語りました。サンド氏によると、彼の部下は FBI からの報告を受けていましたが、その報告はサンド氏に届いていませんでした。トランプ前大統領はホワイトハウスを去る最後の数日間、ロシアゲート関連文書の強制公開を諦めたとカシュパテル氏は述べています。 トランプ氏の機密解除は情報機関の交換によって妨害され、特にハス・ペル氏は妨害の大きな役割を果たしました。カシュパテル氏は、情報部の上級幹部がロシアゲートに関する資料の公開を継続的に妨害していたと述べました。パテル氏によると、通常の妨害手段は、資料の見直しを遅らせることですが、当時の CIA 長官ジーナ・ハス・ペル氏は、最も重要な文書の一つを完全にブロックしたと語りました。 パテル氏は弁護士で、トランプ政権で国防長官の首席補佐官を務めました。彼は下院情報委員会の一員として、FBI のクロスファイア・ハリケーン調査の際にアメリカの諜報機関の不正を暴くのに貢献した人物です。パテル氏はオバマ時代の司法省と国防総省で国家安全保障の官職を務め、ロシアゲートの調査の裏情報を見てきました。また 彼は公にまだ機密解除されていないなな重要な報告書の共同執筆者ですトランプ氏の任期中は、元共和党委員長のデビン・ヌネス氏のもとで、下院情報委員を務めていましたが、トランプ氏の退任後、彼もホワイトハウスを去りました。 パテル氏は FBI がクリストファー・スティール氏の報告書を頼りにし、外国人情報監視裁判所で偽陳述したと暴露しましたが、議会の民主党と主要メディアは、彼にロシアゲート捜査を中傷する裏工作員のレッテルを貼りました。ザ・ゲートウェイ・パンディットが報じたところ、任期の最後の数日で、トランプ氏はロシアゲートの関連文書の強制公開を諦めました。 彼は米情報機関の当局者たちに屈服し、ロシア調査で重要な資料の公開を阻止することを許しました。パテル氏は先日、ザリアルディールのインタビューで、次のように語りました。2019年12月の司法省の監察官報告書では、重大な情報活動の失敗と不正行為が暴露されましたが、より多くの破壊的な情報がまだ隠されていた。 一部の諜報機関のトップが、自分たちの活動を公に批判されたくないと思った、革新的な諜報活動の失敗が暴露されています。特に FBI はクリストファー・スティール氏の偽造書類によって、トランプ陣営のコモン・カーターページを監視するためのファイザー令状を入手しました。しかし、パテル氏は公開されなかった資料は、今後より多くの不正行為を明らかにするだろうと述べました。 例えば、トランプ氏を選出するために、プーチン氏が2016年大統領選挙に対する相当的かつ組織的に関与したという CIA の指摘にも大きな問題があるといいます。現在、ジョン・ダラム特別調査官はロシアゲート調査の違反行為について、司法調査を行っていますが、今後、重要な文書が公開されるか否かは明らかにしていません。 アメリカ、カナダに続いて、オランダもまた、中共が信教の少数民族を残虐に迫害していることは集団虐殺罪に該当すると非難しています。2月25日に、オランダ議会が多数決で、中共がジェノサイドを行っていることは重大な犯罪であると認定しました。ロイター通信によると、今回の動議ではこう述べています、中国ではウイグル人の集団虐殺が行われている。 しかし、この動議は中教当局の責任を明確に問うものではありません。そして決議自体に拘束力もありません。この決議により、オランダはヨーロッパで初めて中教の新教政策を、ジェノサイドと定義した国となりました。他のヨーロッパ諸国にも同様の行動を促すことが期待されています。22日、カナダ議会もまた、拘束力のない動議を可決しました。中教によるウイグル人集団虐殺を非難しました。 これに対しして、て中共はもう反発しています。以前、トランプ政権の国務省も、中共の新疆ウイグル自治区での行為をジェノサイドと認定しています。2021年2月24日、中国における臓器移植撲滅,滅国際連合、ワシントン DC の共産主義者被害者基金会をはじめ、中共の臓器移植セミナーを117団体が共催しました。アメリリカ、カイギリス、カナダ、EU。 オーストラリアなどの25カ国から専門家、議員、関係者、代表者が多数出席しました。各国の専門家が、法輪功学習者やウイグル人の臓器を生きたまま摘出することについて、国際社会は、中共に対して行動を起こす時が来ていると呼びかけています。ジェフリーネス司釈は中国法廷の判事 彼らのチームは、中共の臓器移植議題を調査する前に、まるで白紙のように先入観を持たず、特に被害者に同情せず、そして彼らは活動家でもありません。彼らがしたことは、自分たちに提示された証拠に対処すること、評決という形で質問に答えを出すこと、多くの人が一緒に判決したものだけだったと発言しています。 アメリカワシントン DC の法輪大法学会連絡部部長のリン・シャオシュ博士がイギリスの民衆法廷が下した歴史的判決は世界各国に中共に対処する重要な手本を見せたと述べました。 彼は、中共が行っている強制的な臓器摘出は、単なる人道に対する普通の犯罪ではなく、コールド・ジェノサイドと呼ばれていると述べ、国際社会は中共を強く非難すべきであり、中国への臓器移植ツアーを禁止することなど、さまざまな方法で中共の責任を問うよう、立法者に求めました。オーストラリアのマッコーリー大学のロジャース教授は、明らかに強制臓器摘出の最終的な責任は中共にある。 中共共はは、被害害者への迫害を許可している。中共は中国での工業規模の臓器移植産業の発展を承認している。そして臓器移植の専門家には行動する道義的責任がある。彼らは必要な知識と権限を持ち声を出さなければならないそうでなければ彼らの沈黙に責任を問うべきだ」と述べました。